大阪心斎橋小水店メガチャーハンを食べました。ご覧ください。2024年5月大阪四ツ橋、この心斎橋をうろうろしてる時にね、偶然見つけた小水店っていうお店、これね、メガチャーハンっていうのが記憶にあってね、前から気になってたんですよね。ここで偶然見つけました。唐揚げのせメガチャーハン1180円、今日はこれを食べたいと思います。中華だけでなくてエスニックな料理もあるみたいですね。ダスベーダーの横を通り過ぎて中に入るとなんかアメリカな内装で面白いですね。唐揚げのせメガチャーハンください。唐揚げのせメガチャーハン、すごい迫力ですね。後から聞いたらね、ご飯2合ぐらい使ってるそうです。具も入ってふわっとしてるから、それ以上に見えますね。2合以上に見えますね。早速食べていきます。お腹いっぱいって感じる前に食ってまわないと食えなくなるんで、まあ、最初から飛ばしていきます。結構ね、これチャーハンが美味しいんですよね。しっとり系なんですよね。結構いい味がついててね、見た目しつこそうなんですけど、この後も胃もたれとかせずに過ごせました。まあ、ただお腹はずっといっぱいだったんですけどね。編集しながら見ててね、また食べたくなってきましたね。で、水飲まないと詰まってしまいますね。お腹膨れるんで水飲みたくないんですけど、まあ、ある程度水で食道を通していかないとね、あかんみたいで。で、まあ、フードファイターの人も結構水飲んでますよね。なんでかなと思ってたんですけど、まあ、ちょっと分かるようになりました。だいぶ食べたけど、なかなかなくなりませんね。とりあえず唐揚げは後回しにして、ご飯を減らす方向で食べていきます。食べられるかどうかね、この時点では不安で仕方ないですね。で、味は結構美味しいんですけどね、なんせこれ見た目の量で圧倒されてるんでね、こう味わってる暇がありませんね。唐揚げは結構固めで、なかなかスプーンで割れません。味は濃いめで、キシキシしてて美味しいです。2分30秒ぐらいのところでまだ半分いってないですね。なんかリスみたいにほっぺたにご飯詰まってます。もう飲んでも飲んでも詰まっていくんですよね。だいたい半分ぐらいなくなったんですかね。もうこの辺で、あ、食えるなっていう感じで出口が見えてきました。味が美味しいんでね、どんどん食えていく感じですかね。体温上がってきたんで上着脱ぎます。チラッと映ってますけど、お腹膨らんでますね、もう。まあ、このぐらいで苦しいとか戻ったらね、まあ、やっぱりフードファイターにはなれへんなと思いましたね。まあ、実感します。ゆで卵がついてます。7分経ったところで、もう目に見えて減ってきましたね。さすがに野菜はスプーンで食べるの難しいんで、箸で食べます。8分経ったところで、このラストワンマイルがなかなか厳しいですね。急激にね、食べるスピードが遅くなりました。水がついになくなったんで次に行きます。トイレに行ったりしてるんちゃいますよ。水ついて戻ってきました。再開です。もうほとんど食ってるんですけど、まあ、進みは遅いですね。11分経過して終盤です。
あとわずか。最後の唐揚げを食べて、ご飯も集めて、きれいに食べました。12分30秒でした。美味しかったです。ごちそうさまでした。おまけ。スガキ屋とペヤングのコラボ、そばき屋を食べました。うまいネーミングですよね。火薬を入れて、お湯を入れて3分。ドロッとしたソースを混ぜて、隠し味とかいうのを混ぜて。美味しい。ほんまにスガキ屋みたいな味がする。美味しかったです。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。